ブルフグラナーテパトローネ326とは、第二次世界大戦中に、ドイツによって開発され、ドイツ国防軍で使われた小型の敵弾である。意味は直訳すれば敵弾弾薬 326. ブルフグラナーテパトローネ326は、ロイヒトピストーレ、つまり、信号拳銃から撃ち出すよう設計されていた。ブルフグラナーテピストーレ326は、 ロイヒトピストーレ34、ロイヒトピストーレ42、シュトルムピストーレから打ち出せる。接近戦では、不評や、砲兵の持つ火器で優軍に危険を与えることなく、満足に戦うことができなかったが、これは、ドイツ兵に接近戦で敵と戦える小型軽量の敵弾発射機を与えることとなった。本弾は200メートルを超える距離では、弾道が不正確になり、 また50メートルよりも近くでは、敵弾破片の危険性から使用が推奨されなかった。ブルフグララーテパトローネ326は丸みを帯びた、金属製の弾頭キャップ部に激震がついている。激震の後部には円筒型で、金属製の作薬と来管を収容する内部ケースが置かれる。激震と内部ケースの間には、指示バネがあり、激震はこの内部に封入されている。 玉体の中の内部ケースには、雷管、TNT の作薬、そして安全ロッドが収容された。敵弾の基部は弾道を安定させるための4枚のフィンがついている。また、敵弾のビブは、真鍮もしくはアルミニウム製の薬莢に推進剤と共に固定された。薬莢は、射撃前に内部ケースが前へと動くのを防止しているが、これは、 ケース後部の2個の金属球で適正位置に保持されている安全ロットと前端の激震を取り巻く指示スプリングによる。敵弾が発射された際には薬莢から押し出され、およそ9メートルから11メートルほどで安全ロットが外れ落ち、敵弾が作動可能となる。目標に直撃すると完成で指示バネを圧縮しつつ、内部ケースが前へと活動し、激震が雷管をついて、 TNT を炸裂させる。タクティカルテクニカルトレンズ、ナンバーズ21から30、ユナイテッドステーツオーデパートメントの取扱説明では、六角した装備品を使う際には、以下の注意点を観察することとした。ありがとうございます。